はい、こんにちは。今日はね、長野県の方からね、初来店のお客様がいらっしゃったんで、対戦したいと思います。はい、お名前は？じゃあ、優雅です。優雅くん、よし、はい。じゃあ、優雅くんやりましょう。はい、超次元ゾーンです。はいよ、超次元、よし。はい、ありがとうございます。シャマさん、スリーブじゃないですか。大丈夫。8枚かちゃんと認識して大丈夫。はいよ、じゃあ、これを切ります。優雅くんは小学生。はい。小学何年生なの？6年生。6年生か。よし。じゃあ、やりましょう。いいですか？よし。はい、3、4、5。はい、やります。じゃあ最初はグーじゃんけん、ほい、負けた。じゃあお願いします。お願いします。はい、じゃあターンエンド。はい、じゃあドローします。じゃあね、これを置いてターンエンド。ドロー。はい、じゃあ川に置いてターンエンド。はい、じゃあ置きます。じゃあドロー。じゃあこれを置いて、2コスト払ってバクマルくんを出します。ターンエンド。エンド。お、何もできない。いいぞいいぞ。じゃあドロー、今のうちだ。じゃあこれを置いて 1,2,3 コスト使ってディスドライブを出します。ディスドライブはスピードアタッカーでスレイヤーです。じゃあ1枚ブレイク。何もない。よし、じゃあバクマルくんも行くぞ。じゃあ1枚ブレイク。あ、えい、何もない。よし、ターンエンド。ドロー。はいはい。うん、じゃあサマーで、はい、フェアリーミラクル、はい、ありますよね。うん、あるね。うん、ターンエンド、うん、はいよ。じゃあ置きます。ドロー。お、じゃあどうしようかな。もうどんどんいっちゃおう。じゃあこれを置いて、この1、2、3枚を使ってもう1枚ディスドライブ、スピードアタッカーでスレイヤーです。じゃあこれも1枚、1枚ブレイク。どうだ。え、ねえ、ねえ。よし、じゃあここ1枚だ。どうだ。ねえ。お、じゃあバクマルくんで空っぽ。弱っ。裏切りの能力か。あ、何？レインボーマナブ層で、うん、まず最初の能力、相手は自身の手札を1枚選んで捨てる。僕が選んでいいの？はい。じゃあこれを捨てるね。うん、そんで、もう1枚、うん、もう一つの効果で、まあ、自分のマナゾーンにレインボーカードが4枚以上あれば、うん、あれば、あれば相手の手札をさらに2枚選んで捨てる。じゃあ空っぽになっちゃうじゃん。はい、ないよ、はいよ。エンドですか？エンド、いや、僕はエンドです。はい、したってやばい。3人いるぞ、3人。ここ持ってしょ。ホワイトグリーンホール。はい。効果で。勝利のグリーンホール。はい。で、ホワイトグリーンホールで自然のクリーチャーを出すとマナゾーンから、うん、あのカードを1枚回収できます。で、デック弾の赤い号が出る。はい。もう一つの効果で、うん、このようにして光の石クリーチャーを出したら、うん、シールドも1枚追加。はい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 。じゃあ、あ、じゃああれはあれが仕込まれてに決まってるじゃん。じゃあプリンプリン、もうプリンプリン時点での効果で、うん、じゃあディズドライブを、うん、これをどうするの。これを、破壊か。違うね。アダ、そのクリーチャーを選んで、うん、アタックもブロックも。ああ、分かった。じゃあこれを、じゃあ、うん、分かった。このまま、はい、じゃあターン、はい、はい、じゃあ置きます。今日さ、でも打ったら、そう、打ったらあれが出てくるよ。ドロー。じゃあね、じゃあね、分かった、何も置かないです。で、じゃあしょうがない、ディスドライブでアタック。じゃあ手札の、そうだよね、そんでコスト5以下のグリーチャーは全て出てくる。全部、あ、手札に戻るの。はい、はい、全部戻ってきた。じゃあそれでターンエンド。破壊じゃなかった。マナマナで、はい、超次元ガードホール。はい、じゃあ効果でプリンプリンのシールドグリーナー、うん、これは超次元通りに戻って、うん、ディアボロスゼータ、はい、ターンエンド。はい、これどんな人なの、ディアボロスゼータってのは。ブロッカーです。ただのブロッカーで、あとは特にない。あとはクリーチャーの効果で選べません、うん、あ、選べない。オッケーオッケー、はい、よし、ドロー。じゃあね、どうしようかな。じゃあこれをしょうがない、置いとこう。で、3コスト、やっぱりじゃあディスドライブ出すね。で、スピードアタッカーだからダイレクトアタックです。ブロック。はい、じゃあ相打ちです。よし、ターンエンド。おー、うん、すごい、スレイヤーですね、これ。スピードアタッカー。8枚で2コルフォーガス。お、手札を7枚捨てる。全部だ。ターンエンド。よし、いいよ、置きます。これで僕はスピードアタッカーを引けばいいんだな。まあ、行くぞ、ドロー。ターンエンド。うん、
違うな。チャンスはあると、チャンスはあると。おかしいな。じゃあ3回で手当てみよう。はい。エンド。エンド。よし、ここでいくぞ。ドロー。うん、ちょ待ってね。ほ、4コストで骨燃費で、1、あ、2、3、ごめん、デスマッチをもらうよ。デスマッチ、はい、このデスマッチをこの1コストを使ってデスマッチが墓場からやった、あ、じゃあ、墓場進化、墓場進化、そして進化なのでこれは打てます。進化だな。これでダイレクトアタックです。さあ、サイズを見せて。あ、いるのか、そんで山札を、うん、いや、どっちで山札を処分して、はい、チャンスお願いします。はい、はい、で、効果で1ページに加えて、うん、ブレーキ、うん、そうだね。デックダムは、ゴスト5以下の分じゃ全てもデルダムが帰ってきた、もうみんな帰ってきた、はい、引いたね、引いたね。じゃあターンエンドです。やばい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 、ドロー。もうだいぶたまっちゃったね、マナーよくないね。じゃあ8マナで、はい、ソウルの立ち、はい、じゃあ効果で、じゃあまたやだ、全部ちょっと待ってよ。じゃあ頭エンド。おーし、じゃあこれでまたスピードアタッカーを引くからね。今手札1枚、1枚なんか怪しいな、それ。ドロー。骨瓶ね。あ、いいんだよ、ほんと同じじゃん、同じじゃん。そうそうそう、1、2、3でまたデスマッチをもらえばいいんだよな。同じ同じデスマッチを、じゃあ爆丸くんに乗っけてやってきたダイレクトアタックです。参りました。よっしゃ、ありがとうございます。はい、じゃあ、留学ありがとう。じゃあ、こっちのね、千人切りだから、君は334番目の犠牲者だね。はい、ありがとうございました。まーす。